男の名は白石義武、脱獄王の異名を取る天才脱獄犯である。めちゃくちゃ分厚い皮だけど、やっと柔らかくなるな。愛と笑いも作れない、幻の巨大魚ピンナだぜ。子供が手に取り生まれて、無駄な腕だけの味にしてうまいんだ。しゃべっていいぞ、次は。全てのことのような、子供しないために、この星がぐるぐると回る。劣等性で十分だ、はみ出し物で構わない。お前なんかどっちにしろ、いてもいなくても同じ。そんなこと言う世界なら、僕が剣を入れてやるよ。痛みは初めのうちだけ、慣れてしまえば大丈夫。そんなこと言えるあなたは、きっと何もなれるだろう。全ての僕のような、僕でも知るために、この星がぐるぐると回る。劣等生で十分だ。アジンタはどうしてこの男たちと一緒に、はみ出し物で止まらない。相棒だ。そしてこっちの白石は役立たずだ。そうか、お前がそう言うなら信用できるんだ。地味の杉本、やつの入れ墨人皮の噂を嗅ぎつけて来やがったのか。奴らを逃がしたらまずいぞ。偽物の入れ墨人皮がばらまかれたら大変なことになる。生まれたからには生きてない。入れ墨人皮をよこせ。突っ込んでよ。生まれたからには生きてやる。社長、白石、起きろ。白石、起きろ。役立たず。神出し物で構わない。劣等生で十分だ。息を吸え。お前に死んでもらっちゃ困る。白石、白石。くそ、こんなところで。すげえ、あの旦那二人も助け出したぞ。よう、ジョーちゃん、また会ったな。チンポ先生、ハンペ、まだ持ってる。